こんばんは。前回の続きやっていきます。結構ね、1日どれぐらいかな、10分とか15分ぐらいですけど、ちょこちょこやってたんですよ。今、6章ぐらいかな。YouTube でコメントで10章から先に進まないっていうのは書き込みがあったんで、難しいんでしょうね。ここら辺はね、まだ全然、このやることがあるんですよ。例えば内政のレベル上げするとかね、これもその通りすればいいだけなんで、で決められてるのがあるんで、それを上げる。戻ってもう一個、こっちかな。あとね、2個作れるっていうか、2個上げれますね。で3つ目上げるときに、ゲーム内通貨使うんだったかな、ね、これでやろうとすると効いてきます。これかな、1500使えますよって。でもしないです。あとね、近くにね、他のユーザーの方、この青がね、他のユーザーの方だと思うんだけど、ほら結構来てんだよね。他のユーザーの方だと思うんだけど、ここら辺まで取られてない？やばいな、これもう一回やり直しになるかもしんない。いや、これちょっともうやられちゃうやつじゃないの。いや、もうちょっと危ないな。これが自分ですね。近くにね、いるんですよ。ほら、でかい。しかもでかくなってる。実はね、ちょっとね、まだやっててよく分かってないのが多い。あ、これで終わりじゃない？ほら、これで次7章かな。安定した暮らし。ちょっとね、ボイスが今ないけど、ちょこちょこね、ボイスは入ってる。あ、これが、サイド任務で、これが陣営任務みたいですね。レベル3以上の資源地を6個か。今1個しかないから、あと5個取るってことね。はい。で、占領するのにね、兵をね、ある程度駐屯させとかないといけないみたいですね。あ、閉鎖が大きくし、ああ、じゃあやめよう。じゃあ、戻して、ん？こっち。あ、兵がないな。行軍！速度を保て！ここで、例えば勝つじゃないですか。ここにね、駐屯して、占領するまでにちょっと時間かかるんですよね。兵作るの、徴兵ってどれだったっけ？あ、ちょっと今戦闘してる。こっちが2000ぐらいで、相手が1800ですね。勝てそう。徴兵の仕方がちょっとよくわかんないな。勝ったっぽい。で、今ここにほら、いるでしょ。時間が今減っていってるじゃないですか。2分50秒とか。これが0になったら占領みたい。ちょっと時間かかりますね。舞台、これか。あ、舞台ね、3人までね、なんていうかな。1舞台3人なんだけど、それするためになんかね、条件があるんですよ。ここなんかついてる。これ何？あー、受領。おお、来た。将軍様、私のそばにいてください。なるほど。大凶、小凶だったっけ。ね、孫権も手に入ってるんですけど、どこで見るんだろう。武将じゃない。これが女皇でしょ、孫作でしょ、孫権でしょ。孫権、孫作、また孫権ってくるんですよ。そのこの権が違う、また権。権力の権だったっけ、権利の権、ん、ね、これ孫は一緒だけどね。どっち、血が繋がってると思う。孫権、孫作、孫権だったような気がするけど。5の国ですから、自分がやってるのが。この星5が、とりあえず一番いいレアリティみたいですね。このね、セッティングの仕方がよくわかってない。舞台？舞台。これだろう？いや、悪くないんですけど、
自分がまあわがままで言うと横にしてほしい、これ縦表示なんで横にしてほしかったなっていうのと、あのね、何していいか、あ、まあ、この通りすればいいんですけど、あのいまいちこう分かんない、こう隣接されてて攻められそうだけどよく分かってない、くってしてます。他のゲームみたいにすぐ戦争って感じじゃないみたい、今んとこ。まあどっちにしてもやられるとは思うんですけど、また今度勝負しよう。取った取った、今2箇所なったんで、ほらね、次がね、またやったら3箇所。兵の作るのどうやって作るんだったっけな。カオスに己を知れば百戦して危うからず。将兵、内政じゃない、軍務、あ、これこれあれかな、命令をするとどうなる、特殊効果なし、何をどうするか書いてない。これを上げると、あ、配置可能部隊数のアップか、これか、8分。この下は、あ、予備兵上限、これもしといた方がいいんじゃないかな。これとこ、これでちょっと兵多く持てるようになるかな。2個しかできないんで、例えばこれで倉庫を大きくしようとすると、さっきみたいにほら出ちゃうですね。3つ目から今出てますか、画面の左の上に、この徴兵所、じゃあとりあえず1回、あー、飛んでん、これはなんかあったな、第三国志で。これってあの持って取ってくるやつだよね、ほら資源を。重心は肉に使えず、聖戦の槍を死んでも屈しない。どれ、いずれか一つの資源地を破壊するか。破壊、はい、でっけ。あとは、あら、時間かかるんだ破壊するのも。あー、出てる。あれ、こうでしょ、破棄しますか、はい。あ、屯田することが百姓に利をもたらすことだ。今時間が減っていってるでしょ、これがゼロになったら破壊ってことか。その間に、一つの死に破壊でしょ、こっちは、あ、内政か、これも内政、村のレベルか、これも内政。長雲を撃破、長雲どこにいるんだい、これか、挑戦、あ、配置できる、ここ。部隊配置。あ、ダメだ、ほら。この条件、アンロックされてるから、解除されたら、ここに、孫権入れれるんだけどね。残念。これで行くしかない。とりあえず、これで行こうか。あ、兵ないんだ。うわ。やめようじゃ。強い。他のやろ、先に。資源の方がいいかな。東軍速度を保て。ちょっと兵たくさん持ってるまで飛ばした方がいいかもしれないですね。あの一緒ですね、さっきとここ取るの。なんかね、移動するね、なんかこう変えたりもできますね。なんか行き先をこうちょっと方向を変えたりとか戦闘してます、ね、で、これで勝って、また時間こう出てるんですよ。今2分55秒。これが0になったらここ自分のもんですね。で、こっちは今屯田してるやつ。で、こっちは破壊してるやつかな。ちょっと時間かかりそうですね。ちょっと飛ばそうかな、時間。途中ちょっと飛ばします。ちょうどね、あ、戻ってきた、占領した。このその他の中に戦役ってあって、これが、ライズ・オブ・キングダムと一緒ですね。戦役で難易度を選ぶみたいなんですよ。例えばこれだったら、フォロー感でいいのかな、はいにして、これ今から、まあ、イベント的なもの、読まないといけないんだね。あ、ボイスなし。撃破ね。タップすると、はい。
これかな。はい。おお、1人ずつ選んでいくんだ。OK。あ、3人入れていいんだ。これがね、兵種みたいなのがあるんですよ。盾とか槍とか馬とか弓とか、あと木。工場兵だと思うんだけどね。領末なしに支援なし。通信人、どれを対象、これ対象でいいのかな。ダメだよ。オッケー。これでいいかな。陣営確認。ここからどうすんの？あ、攻撃か。はい。初めてやりました。強い。あ、こうやって一個ずつ進んでいくんだ。オッケー。勝てそう。これはあれ、兵が戻ってくるタイプのやつかな。なんかね、力試しみたいな、コンピューターを相手にしてる戦闘ですね。オッケーオッケー。強い。もう少しで白だ。あ、あとね、一応グーチョキパーみたいなのもあるんですよ。勝利クリアしたってことかな。一応順位とかも出てんだ。順位、うわ、分かりにくい。これ何位だろう。あ、順位外だ。圏外なんだ。 OK。 あ、こういうイベントみたいですね。びっくりマーク何台。あとはもう選べないのかな。あ、終わり。なるほどね。推奨レベル1から5。あ、ちょうど今自分これでよかったんだね。あ、そう、一つ今ね、できたんですよ。兵ができたから、少しは兵をたくさん持てるようになったかな。あと今やってるのは、これ今やってるでしょ。本殿。で、破棄するもやってるでしょ。あ、内政1個やっとくか。まあ、こういう感じでね、何していいかわかんないときは、今画面の左のここに、やることがあるんで、それをやっていけば、で、直ちにっていうのがあるじゃないですか。これ使ったら、20使えば、すぐ終わりますね。どれだい？これでいいのかな？これだと思うけど。こっちだろうね。左の方だろうね。あ、でもちょっとあれだな。今空いてる。もう一個。他は？今一個やってるでしょ？今これやってるから、こっちもやろうか。あ、超運ね。あ、一つ終わった。これやろうか。村。4にしないといけないんだ。これをね、じゃあ町だ、結局。やっちゃおうか。4にしたら多分村上げれると思う。1分だ。その間に軍を潰しようか。ちょっと兵持てるようになったんじゃないかな、さっきよりは。それで超運どうかな。やれるかな、挑戦。うわ、持てないんだ。予備兵なしか。負けちゃうよね。やめた。徴兵の仕方がわかんないな。あ、ちゃう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 、間違った。研究でしょ？あれ、わかんない。家をどうやって作るのかがわかんない。この中で勝手に作るのかな？ん？成長はついてる。あ、ここで見るのかな。これは何？どこを見たら。ああ、無料でもらえるやつ。なるほど。
これはなんか導線みたいなの使ってもらうやつだ。徴収はいいんだよ、領地もいいんだよ。兵は作れない、兵を作りたいんだけど、もう分かんないですね。武将でしょ、武技でしょ、陣営で、陣営は勢力、とりあえずあと村のレベルを上げる。これができないな、超運撃破ができない。その前にジャサンと行くか。ね、ほら足りない、徴兵の仕方が予備兵ゼロでしょ。予備兵俺について進め。増やすのかが分かんないんですよ。そうなんだ。あ、今のはなんか自分が持ってる土地から入ってくる資源みたいなやつですね。タップしたらもらえます。領末なしに支援なし、背水の陣だ。まあ、勝つと思いますけど、剣の作り方が分かんない。で、時間が出ていますよね。ここに今2分55とか出てる。これが0になったら占領ですね。軍令。ああ。検証か。これ何？ああ、なるほど。ない、ない、ない。ないのかな？兵とか作ったりしなくていいのかな？行軍でしょ？あ、名前ね、自分の。あ、これか。やっと分かった。どれぐらい時間は、どこ1時間か。どれぐらい、これで4900、5000作れるってことか。足りるよね。これで徴兵開始にして1時間、はい。時短は？あ、時短。やばい。時短とかがない。はまっちゃった。徴兵はここでできるみたいだけど、今5000ぐらい兵作ってますけど、ちょっと1時間かかって、なんか時短のアイテムがないっぽいんで、やめよう、ここは。ちょっとできないです。戦闘ができない。とりあえず、ここですね。ここでやるべきことがあるんで、これやっていけば、今だったら、あと、領土ね、3つ取って、それと村のレベルを上げて、まあ、趙雲がいるんで、趙雲撃破するっていう。ただ、撃破するために兵がないとダメなんで、今ちょっと徴兵してるけど、1時間かかるんで、ちょっと動画で収めるのはちょっと難しいです。これね、ここ。いや、なんとなく分かった。徴兵の仕方もね、画面のここに出るんだね。ちょっと分かんなかった。ちょっとね、時間が1時間ぐらいあるから、その前に武将のレベルでも上げとくかな。このね、レジェンドのやつ上げてもいいと思う。これがレベルかな？左のやつが。違うかな？あ、違う？これなんで31万？この左の、まあ、この俺が高騰の将軍だ。あ、レベルだね。あ、じゃあレベルこれ31なんだ。すごい。なぜに？あ、それとなんかね、スキル1個覚えたやつがあったんだけど、どれだったっけ？ここがね、埋まったんですよ。ちょっと、エピックのやつだったと思うんだけど。中心は2君に使えず。超人じゃないわ。あれ、どれだったっけな？忘れちゃったな。ただ、エピックだったとは思うんだけど。違うな。
エピックのカードで、ここを覚えてるやつがいます。ちょっとどれかわかんなくなっちゃった。あ、これだけレベルが、あ、だから、第二部隊で使ってるからレベルが上がっていっちゃってるんだ。能力どうやって見る？あ、これか。武力53、統率81、政治146。あ、ってことはこれあれだ、文官だね。この俺が、高等の小覇王だ。あ、あるある。なんかね、設定もできるんですよ、武将。領末なしに支援なし、排水の、うん、これが猛虎の牙だ。あ、いいね。ちょっとレベル上げとこうか。この俺が、高等の小覇王だ。おっと。強化。昇進っていうのもあるよ。おー、よくわからんけど。あー、製造するんだ。昇進。昇進。強化は？強化する素材募集。なるほど。同盟武将、同じ武将で強化するんだ。昇進は？このレベルを上げたいんだけどね、俺は。ただ単に。あ、そうそう。ああ。こうやって上げれるん、上げるんだ。ああ、なるほど。こういうことか。武力だよね。いいのか。統率上げたら兵たくさん持ってるとかかな？ちょっとよくわからん。とりあえず、クリア。レベルを上げたいんだけど、レベル上げる、上げ方が、よくわかんないです。次回の動画までにはちょっと覚えておきます。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。